千葉県は勝業に来ております。ちょっと待って、階段誰か上がってきた。え、ちょっと待って、ちょっとあんまり見ない。ここで焼身自殺あったわ。映像すん、結構ギリギリかもしれへんな。女性が亡くなってるんやけど、その冷蔵庫の中に、まあ、詰め込まれた状態で、まあ、見つかってると。はあ、今宵も月が綺麗やな。さあ出発や。どうもやかずです。今日はですね、千葉県は勝業に来ております。もうこの名前を聞いただけで心霊好きの方に関しては知ってますよね。東京でも、いや関東でナンバーワンスポットとして知られています。女性がここで亡くなり焼身自殺もあった場所としてかなり有名な場所ですよね。実際にこれ新聞ニュースにも載っています。めちゃくちゃでかい事件です。もちろん関東ナンバーワンってそういったことがあったから選ばれたわけではないんですよ。じゃあ何かと言いますと、それほどいろんな現象が起きている場所なんです。心霊写真なんかもほとんどの確率で撮れると。そして2階で未だに異臭がしたりとか、女性の霊が未だにさまよっている。焼身自殺があった部屋では男性のうめき声が聞こえると。とにかくこの場所超危険な場所になります。そこに今回撮影に行くんですけども、今このオープニングの撮影の時点でもう変な足音が聞こえたりとかも実際に今もこの時点で起きてるんですよ。今からそんな超危険スポット撮影しに行きたいと思います。では行きましょう。だらしめホラーチャンネル。はい、もう見てください。もう入り口からもう獣道なんですよ。進んでいきたいと思います。早速出てきましたね。建物的には2階建てですね。行きましょう。いや、これ入り口じゃないな。これがなんか分電盤とかあるんで、入り口ではないみたいですね。これは孤立した一つの部屋みたいな感じです。別の入り口行きましょうか。こっちですね。なるほど、ちょっとこっちから行きましょうか。階段があるんですけど、まず1階から。奥行きありますね。正直ね、今の時点では全然大丈夫です。おそらくこの部屋とかいないんじゃないですか、まあ、よくある廃墟って感じですね。相当古いな。あ、こっちにも階段ある。もう全然ちなみに今回のカメラさん、何度か幽霊を見たことあると。はい、あります、うん、基本的にその心霊とかそういうのは信じるタイプですか？見るってことは信じるタイプです。なるほどなるほど。見たことある霊っていうのはどういった感じの霊ですか？ちっちゃい男の子ですかね。どこで？それは実家です。あ、実家で。実家です。で、この間住んどった家でもなんか、これは手だけですかね。手？手ですが、手の影と、うん、がトイレの中に青い霊がいたぐらいです。もう6年7年ぐらいの付き合いですけど、あの基本的にめちゃくちゃはっきりしてる性格じゃないですか。はい。そのカメラさんが霊を信じるっていうのは僕すごい意外で、そんな折れへんわって言うタイプじゃないですか本来。はい、うん、そうですね。もし何か感じるものとかがあったりしたらそれも言ってください。はい。今のところ特に怖くないでしょ。全然ですね、うんうんうん、大丈夫ですね。
ても階段多いな。なんでこんな階段あるよ。うわ、こことか床抜けてるやん。行き止まりですね。一旦外出て、じゃあ階段登りましょうか。足元悪いな。しっかり行くか。今まあ一応1階はこれで多分全てだと思うんですよ。ただね、もう関東ナンバーワンスポットですか。全然今のところはもう僕もぶっちゃけるんですけど、何もないですね。ただやっぱり2階の雰囲気が一気に変わるっていう風にはまあ聞いてますんで、ここにはちょうど階段があるのでここから上がりたいと思います。ちょうど一番奥の方からですね。なんか今聞こえましたね。行きましょう。うわー、なるほどな。うわ、ちょっと待って。ちょっと、うわうわうわ、ちょっと待って、いきなり、待って、俺これ。これ、なんて言ったらいいんかな。ちょっともう、いきなりもしかしたら僕、メインの部屋から来てしまってるかもしれないです。カメラさんも上がってきたら分かると思うけど、めっちゃ焦げ臭いっすね。上がりましょうか。ちょっと待って、ここやばいわ。めっちゃ怖い臭い。ちょっとやっぱ2階に上がってきたら変わりますね。まあここ今一番端っこなんですよね。あ、ここにも階段あんねや。今なんか聞こえたの。この部屋は燃えた形跡はないので、大丈夫かな。気づけよ。はい、今来た方の部屋ですね。めちゃくちゃ焦げてたな。うわ、お風呂が生々しいな。何やろな、さっきちょっと階段上がってきた時にもうほんまにもうめちゃくちゃゾッとしたんですよ。空気が変わって。ただこの部屋でもないですね。匂い気になる。めっちゃ臭いですね、うん、焦げ臭いです。ほんまに焦げ臭いな。ちょうどこのドアが邪魔でちょっと入りにくいけど、ここちょっとすごいな。ここは火事があった場所ではないとは思うんですけど、ちょっと異様な雰囲気なんで、ちょっと写真撮りましょうかね。もともとここはラブホテルですから、ラブホテルが途中で活魚っていう料亭なのかご飯屋さんなのかに変わってますんで。でもこんな部屋を何に使ってたんやろな。でも見た目普通のラブホンやか。そうっすね。ベッドの感じとかも。はい。あー、カメラが。ちょっと待って、階段誰か上がってきた。え、ちょっと待って、ちょっとほんまに見ないと。人っすか。いや、違う、分からへんねん。いや、人じゃないやろ。俺らが回ってきた階段からなんか
俺は登ってたからちゃんとここか。今ここから人上がってくる音聞こえたな。ちょっと待って、ここやん。え、待って、やばいんやけど。え、これここで焼身自殺あったわ。これ映像映すの結構ギリギリかもしれへんな。まず真っ黒焦げなんですよ、はい、空匂い残るわっていうぐらい。ほんでめちゃくちゃ生々しい、そのまんまに残ってる。来てください。だってまずカメラの前にカメラ伏せて目で見て。うわやばいやろ。うわ映ります、カメラ今映ってます。もう真っ黒焦げなんですよ。うわやばいな、ここやばいっすね。こんなん僕ちょっと初めて見ましたね。これがまあ焼身自殺があった部屋です。もう見ての通り他の部屋とは違って真っ黒焦げになってるんですよね。もう全部灰です。あんまりちょっと奥進むの底抜けたら怖いんで、もうこれ以上はもう進まないですけど、奥のお風呂も全てですよね。やばいな、ちょっと写真だけ撮ろうか。何これ、どういうこと。ここもここもでも火事で焼けてるな。そうですね、燃えてますね全部。まあでもまあ絶対的に先の部屋はやばかったですね。それはもうどこかわからん中でも絶対って言い切れるぐらい先の場所だと思う。もしかしたらだから前の日火がこっちに移ってきて。そうですね、そうじゃないと。だって普通に考えて、あの部屋だけがあんだけボーボーに燃えたわけやんか。で、他この何建物自体が火事になってないのがおかしいぐらいの。確かに。そうやんな。そうですね。それはそれで変やな。以上っす。気うつにするはずやもんな。なんか廊下に出るたんびにめちゃくちゃ気持ち悪いな。なんか女性が亡くなってるんやけど、その冷蔵庫の中に、まあ、詰め込まれた状態で、まあ、見つかってると。それがどの部屋かっていうのもちょっとわからないんですよ。なので今回った中にあるのか、まあ、1階のどこかなのかはちょっと僕らもわかんないんですけど。各部屋に階段がありますね。そうやな、珍しいですね。珍しいな。大体からしても不気味やわ。いや、だってなんかね、あの今階段ちょっと触れてきたやんか、はい、階段の横通って毎回部屋入るやんか、はい、階段からもうめちゃくちゃなんて下からこの見上げられてるというか、こう見上げてきますよね。いや、わかるやろ。わかります、わかります。そうやん、ね、下から誰か見てんなみたいな気がもうめちゃくちゃするんやって。そのため気持ち悪いわ。特に大丈夫とは言えないですけど、ちょっとこの部屋も寒ければ写真撮っとこうかな。こっからってことだよ。なんか物がいらないですね。はい、いや、取れ高的なんか物がまだす。
さっき変な音鳴ってんな。カメラの調子悪すぎな。全体的に部屋映し替えてるさから。うん、映ってます。あ、出ましたね。これ見ましたね、僕ネットで。血の毛型と言われる部屋ですね、これは。まあもちろんね、遊びで誰かがもちろんやってるんでしょうけど、まあ、血のように見える。もうどう考えてもこれペンキなんで、まあ、薄気味悪いなぐらいで、全然大したことはないと思います。やっぱりね、これいつもと何が違うかって、今までのやっぱこの仮説でニュースになった事件があったかって言われたら、やっぱりネットで探してもなかなかやっぱないんですよ。ただじゃあなんでそういった場所におるかって、まあ、自爆霊っていうのはどこでも絶対いますんで、そこで仮にね何かが起きてなかったにしてもやっぱ霊っていうのは存在するので、ただ今回の場所はもう実際にもめちゃくちゃ有名な事件が起きてる場所なんで、その事実だけでも僕はもう嫌なわけですよ。まあ夜数一人タイムしますけど怖いです。しかもこの一個一個の部屋が入りにくいなんか、そうなんですよね。それが余計に怖いねんな。出にくいから。でこれがまあ最後の部屋と。でもなんか序盤の方のさ、手前の方からずっとこう奥に今攻めてきてるやんか。はい。初めの部屋入るたんびになんか階段の下から見られてるなみたいな気がしてたけど、今どんどんそれ薄れていってんねやんか。そうですね。いやんな、もしかしたらだからあっちの方に固まってる可能性もあるな。だらしめホラーチャンネル。はい、やーかず一人タイムです。正直ね、今回もめちゃくちゃ怖いんですよね。あんまりちょっとまともなリポートできないかもしれないですけど、ご了承ください。もうカメラおかしいな。もうでここに関してはちょっとほんまに僕も危険信号マックスなんで、もうさーっと行きます。事実があるっていうのももちろんそれは雰囲気出て怖いんですけど、その雰囲気とかで僕怖いとかないんですよね、あんまり。やっぱりねおかしいんですよ。ちょっともう階段、これなんかね各部屋に階段があるんですよ。ちょっと映しますけど、カメラが全然違う方向に向いていく。こういう感じで各部屋に階段があるんですよ。そこからも人がもう上がってきてるなっていう、もうそういう感じなんですよね。ただねこっち側は正直全然大丈夫なんですけど、問題はねこの奥なんですよ。この奥に行けば行くほどもうとんでもなくて、でカメラマンもさっきは言わなかったんですけど、やっぱり一番僕たち入ってきた場所がまあこの奥から来てるんですけど、その奥の方から順番に攻めてきたんですけど、初めの部屋から、あかん、うまいこと言われへん、まあ、とにかくこの奥の方がですね、どん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 レベル上がっていきます。今僕がおるところはまだマシです。入りやすい部屋だけ回っていきます。ちょっとあのドアが邪魔して入れない部屋とかはちょっと、あ、びっくりした。え、なに、ちょっと待って、ちょっとテンパんな、大丈夫や、いける、俺大丈夫や。ちょっともう階段から上がってきてるやん、誰か。ちょっとすぐ逃げれる準備はしときたいんで、ドアがない部屋だけ回ります。おかしいねんな、何かおかしいねんな。ちょっとこっち行きたくないな。この奥きついな。やばい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 。あかん、廊下の方からやな、これ。ちょっと誰か来ましたね、今。ちょっと部屋の中に閉じ込まんのはちょっと良くないな。でも最後まで行くしかないな。あかん、これ後ろも取られてんな、今。
背後取られてますね。やっぱりこっちに来れば来るほどもおかしいですね。でこれが例の今の入ったかな。ちょっと止まんのやめますね。止まったらもうちょっと、これが例の部屋です。焼身自殺があった部屋になります。もちろんやけど、ここの雰囲気も尋常じゃないな。まあ、何かまた映ったらコメント欄でお願いします。もうね、1回全然大したことないんですよ。1回やったらもう正直寝れます。ただ2階に上がって雰囲気が変わる理由は分かりますね。でも不思議とこの焼けた部屋よりも他の部屋の方がやばいんですよね。この部屋もなんかやばいよな。ちょっと待って、やっぱ廊下がおかしいな。これ廊下の方から来てるな。でね、まあこれが最初に入ってきた部屋の奥の部屋といいますか、正面の部屋になるんですよ。ちょうど今映ってるところ、ここの辺りの階段から入ってきたんですよ僕ら。でこの部屋が一発目やったような気がします。でね、この上がってきた階段の部屋が僕個人的には危険かなと。なぜかほらやっぱすごいもん、あの焼けた部屋より僕個人的にはこの部屋がめちゃくちゃ気持ち悪いんですよね。これなあ、あんま言いたくないんですけど、ほら中変な音聞こえる。誰かいますか？いたら返事してください。聞こえる？ほら、戻りたいと思います。これ背中向けんの嫌やな今。こっち嫌やな。一番奥の部屋まで戻ってきました。いやかつ一人タイム終了です。だらしめホラーチャンネル、はい、いかがでしたでしょうか。やっぱり関東ナンバーワンスポットと言われるだけありました。匂い、見た目、もう全てがリアルに残っていまして、もう迫力があり、そしてなんかもうめちゃくちゃ重い雰囲気の中での撮影となりました。動画から多分伝わってるかと思うんですけども、本当に怖かったです。で、後日ですね、僕はいつも見てもらう霊能力者の方に見てもらったところ、4人の霊を連れて帰ってしまってました。もうここに限らずですけども、皆さんもそういう霊現象が起きる場所を通った時とかですね、まあ行かれた際はですね、もう必ずこのお祓いの方はしてください。そこで何かが起きてるとかはもう関係なく、どこでもやっぱ自爆霊で悪霊というものはいてますので、気をつけていただければなと思います。関東ナンバーワンスポット活業、もうとてつもなくやばい場所でした。以上になります。ありがとうございました。